中年オタッキーです。今日もね、前回のバイク動画、と同じ、EOS 5D Mark III で撮影しています。前回のねバイク動画は、内蔵マイクでね録音したんですけども、今回はね、ソニー α7 に使っていたマイクと同じ、オーディオテクニカ製の、ちょっとよろしいマイクをね使ってね録音してるんですけど、音声の質どうでしょうね。まあ内蔵マイクの時点で α7 の音質を上回ってたとは思いますが、まあ EOS の方がやっぱ音がいいと思いますね。音量音質ともに全然こっちが上だと思います。まあ値段を考えると当然といえば当然なんですけど、価格的に言うとちょっとワンランク上のカメラになるんでね。ただ、ソニーさんは NEX も同じ音質ということで、ちょっと他のカメラどうなんだろうね。動画機の α7S だっけ、なんだっけ、そっちとかのね音質もね見てみたいとこですけどね。まあちょっと、まあ実機がないんでなんとも言えないんですけども、でまあ EOS 5D、 じゃあ EOS 5D でずっと撮影すりゃいいじゃんって思う人もいるかもしれないんですけど、これねマニュアルフォーカスなんですね。まあマニュアルフォーカスっていうか、この構えて撮るときはオートフォーカスで撮れるんですけど、そのこのなんていうんですか、自撮りをするときはね、いちいちシャッターを半押ししなきゃいけない、できないんでね、それがね、いちいちピントを合わせたりしなきゃいけないということで、フルタイムオートフォーカスができないということでね、EOS 5D でちょっとずっと撮影し続けるのは厳しいかなと思ってますね。今日の話題なんですけど、今日の話題はこのカメラ、はい、キャノン A1 ですね。たびたび出てきますけど、まあ、大好きな A1 で、これレンズついてるレンズがね、ニュー FD50mmF1.8、 いわゆるマキエレンズになりますね。このマキエレンズでね、ドリームロコモーティブ様から提供いただいた、フォマパンの400、今ねちょっと注目される安いフィルムですね。安いモノクロフィルムなんですけど、それで撮影してきました。さてフォマパンのね写り、ネットではね結構酷評されることもあるようですが、どうだったのでしょうか。ここから、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、まず何から紹介しましょうか。まずこのレンズから紹介しますかね。ちょっと今これ、フィルターをつけておりますから外しますけど、このレンズ、はい、ニュー FD、50mmF1.8 ですね。これねカメラ、キャノンカメラミュージアムさんの方で、見ましたらね、1979年、昭和54年6月発売で、発売時の価格が22,000円、レンズ構成は4×6枚、絞り羽5枚、最小絞り22、最短 0.6m、最大撮影倍率等倍です、0.1倍、でフィルター径は52、重量 170g ということでね、まあ、マキエレンズなんでね、その22,000円という価格はね、まあ、合ってなきようなもので、カメラとセットで売られてたっていう、まあ、レンズに近いものになると思う。まあ、これで、もちろんこれだけでね、買うこともできるとは思うんですけども、よっ。まあ、ニュー FD らしくね、絞りは固定なんですね。もうこれ動かせないんですけどね、まあ、これスピゴットマウントっていう FD マウントね、スピゴットマウントなんですけども、使い勝手をね、バイオネットマウント並みにしたと。これ画期的ですよね。バイオネットマウントの手軽さとスピゴットマウントの堅牢さを合わせ持ったニュー FD レンズ。このまま続けてればよかったんでしょうけど、EF レンズが登場してやめになっちゃったんですけどね。まあ、オートフォーカスの時代になっていったんでね。で、まあ、映りはね、なかなか、4×6枚ということでね、まあ、廉価レンズだなっていうね、まあ、仕様にはなってるんですけどもね、非常に、まあ、いい映りをします。まあ、マキエレンズなんでね、結構いい映りをしないとダメということで、安い値段でいい映りをするということで、現代にもね、紙レンズとして通じているものですね。でね、撮影したフィルム、フォマパンなんですけどもね、
製造してるのはね、チェコスロバキア、まあ、東側の国になるんですね。なんか情報によると、おばちゃんが一本一本ね、フィルムをパトローに巻いているっていうね、あの話も聞くんです。本当かどうかは知らないんですけど。で、フォマと言ったらね、もう安いフィルムということでね、まあ、この間ちょっと値上げしてほんのり高くなったんですけども、まあ、安かないっていうぐらいのレベルかな。で、アリスタもおそらくね、同じフィルムを使ってると思うんですよ。アリスタ、フォーマーのね、OEM だと思うんですけど、実はアリスタの方が安いんですね。現状の販売価格はアリスタの方が安いです。ちょっとね、これ情報はっきりしないんですけど、多分ね、アリスタの中身はフォーマーなんだと思うんですけどもね、その前提でちょっと今回は撮っていってますね。で、まあ、映りなんですけどもね、まあ、旧入材ということで、ね、T 粒子じゃないんですね。どうしたってね、流浄感は出ます。で、まあ、解像度もね、その流浄性が高いということで、400なんでね、若干落ちるものになると思うんですけどね、今回その 50mmF1.8 を使ってね、果たしてどのぐらいの解像度が、出せたのかっていうところね、興味深いと思います。現像液はね、いつもと同じ、富士のね、スーパープロドール。SPD ですね。50% 希釈で、21度で6分30秒だったかな。この間ね、現像のデータ、現像の動画上げましたよね。あの現像をやったのが、この、今回のね、作例になってくるフォーマファンの400ですね。で、価格、販売価格とかは、まあまあ、また、後に、ちょっと作例から先に行きますからね。ここからは、この A1 と紙レンズ 50mmF1.8 を使った作例になってまいります。はい、では作例なんですけどもね、これまあほとんどね、オートで撮ってます。プログラムオートで撮影していますね。まあやはり流浄感は出てますね。400のモノクロフィルムらしい流浄感は出ていますね。ただね、結構コントラストが高いと思っていたのですが、そうでもないです。黒い、まあ、シャドウの部分でね、潰れやすいとかいうね、評価もね、よくね、見かけるんですけども、そうでも結構出てると思いますね。ラチチュードはね、まあまあ広いと思いますね。まあ、トライ X とかと比べると、これは若干落ちるんだろうけど、悪くないフィルムだと思いますが、どうでしょうね。今回ね、ちょっと、どんな、テイストの写真になるかっていうのをね、見てもらうために、やや長めに再生しております。ゆっくりご覧くださいね。やはりね、流浄感は出ていますがね、この、椅子の影のところのね、階調とかね、見ていただければと思います。これちょっと逆光でね、遊んだ写真になります。これレンズのね、感じ、太陽もろに入れてます。この写真なんか分かりやすいと思うんですけどもね、そんなに潰れてないと思うんですね。シャドウ部ね、そんなに潰れてないように思いますね。流浄感はまあ400のフィルムとしてはまあこんなもんかなって僕的には思いますけど、 T 粒子に慣れた人が見たらやはりちょっと荒いなと思うのかな。でもね、この荒々しさをね、生かす、撮り方をするとかね、作品を作るのであれば逆にこれが魅力になったりするんじゃないかなと思います。こいつを増刊してさらに荒っぽくするとかいうね、荒っぽい写真もね、面白いかもしれません。まあ苦手を逆手にとって長所に変えていくみたいな感じの、フィルムになっていくんじゃないでしょうか。コントラストは、まあアクロスとかと比べるとやや固め、やや固めのフィルムになると思いますけど、ちょっとね、やや露出オーバー気味にしてね、ちょっと柔らかい感じに、ね、できなくもないですが、まあ普通に撮って普通に楽しむ楽しみ方が一番いいかもしれないですね。で、価格なんですけども、価格がね、まあフォマパンというか流通量が少ないんで、もうヨドバシドットコムとかはね、販売を終了しましたになっちゃってるんですね。で、カワウソ商店さんは一応パッと見た感じ24枚撮りだけをラインアップしてたんですけど、24枚撮りで750円になってますね。で、アマゾンも似たような感じですけどね、配送料が非常に高かったと思います。フォマパンはね、まあ、その辺でね、適当にそのお店で売ってるっていうのはもうほぼないでしょうけどね。B&H フォトでもね、製品版は、5ドルぐらいだったのかな。まあ普通の値段だなっていう感じの、価格でした。
4ドル49セントですね。これ24枚ドルで4ドル49セント。でね、ブローニー版はね、もう4ドル99セントですね。本番400とかね、100は4ドル79セントってほんのいい安値、ね。200が200も4ドル99セントですね。で、長巻きも売ってますね。V&H フォトで長巻きでね、54ドル95セントになってます。これね、アリスタエデューだとね、51ドルちょいだったと思うんで、アリスタの方が400、同じ400でもアリスタの方が安いんですよ。多分中身同じなんじゃないかなと思うんですけどもね、ちょっと、アリスタの400の長巻きを買ってみてっていう感じもするんですけどもね、ちょっと現状で購入予定があります。今ちょっとね、ドルが高いんで、ちょっとね、ギリギリまでって我慢してるとこなんですけどね、いただいたフィルムとかでね、使いまして我慢してるとこなんですけど、次回はね、僕はね、ケントミアがかなり値上げしたんで、アリスタにしようと思ってるんですけど、そろそろ買わなきゃいけないなというね、本数がなくなってきたんでね、買おうと思ってますけど、今回の作例見る限りでは、ホマの400、アリスタももしホマと同じフィルムであれば、これはもう常用してもいいかなって思っております。ケントメア400と比較しても遜色ないっていうか、会長はやや上かな、ちょっと難しいところですけどね、まあ撮影状況とか機材とかにもよるんですけど、今回は結構良好な結果になったと思いますが、どうでしょう。今日の動画、まあキャノン A1 の魅力はあまり伝えてないんですけどね。A1 でね、全部ね、プログラムを取ってきました。ちなみにこいつね、露出が一段狂ってるんでね、400のフィルムなんだけど、800にね、設定して、全部プログラムを取ってきましたけど、まあ普通に撮れますね。普段ね、マニュアルだって言ってる私ですが、今回はね、ちょっと、ほとんど巡航撮影にして、プログラムオートで撮って、まあ、フィルムの調子をね、確かめるみたいなね、回になりましたけど、まあ、本番400、手軽にね、もっと、あちこちでね、手に入れれればいいんですけどね、まあ、画像はね、先ほど出した画像は、カワウソ商店さんからお借りしましたんですけども、勝手にね、カワウソ商店さんでね、ぜひね、お買い上げいただければと思います。24枚撮りということで、750。あともう、コストを抑えたいというのであればね、B&H フォトで長巻きを買うのが一番硬いです。まあ、今日のね、カメラ紹介というか、フィルム紹介、こんな感じになります。協力いただいてね、ドリームロコモーティブさん、本当にありがとうございました。ホマの400ね、テストしたかったんで、非常に有意義なテストになりました。これメインのフィルムにしていくかもしれないですね。はい、今日の、まあ、動画、こんな感じで、ここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターは時神さんですね。いつもありがとうございます。時神です。コロナの中お疲れ様です。さて、先日好転だったので近隣で撮影しましたので、視聴者コーナーに2枚投稿します。タイトルは発射準備完了です。赤いツツジの花がミサイルのように見えたので、このタイトルにします。なるほどね。神はマミヤ ZE コーツ、以前出たやつですね。マミヤの石膏類 50mmF1.7 のレンズで絞り F8 で撮影しました。フィルムは例の変なパッケージの宇宙の片隅 ISO400 ヤマです。パッケージを撮影した3枚目、画像3枚目に上げておきます。なお、このフィルムは北村のネット通販や一部の北村の店舗とかで販売されているってことですね。で、作品なんですけどもね、これ非常に鮮やかに映ってます。本当に鮮やかに映ってる。これマミヤのレンズの影響もあるとは思いますが、これ2枚目もそうですけどね、結構ね、彩度高めなのかな、このフィルム。でね、まあ、3枚目送っていただいて、その山、のね、宇宙の片隅っていうね、フィルムになるんですけど、まあ、なんでこんな名前にしたんだ、ちょっと変な名前じゃんって、ちょっと買いにくいぞって名前ではあるんですけどね、写りはご覧のようにいいですね。で、24枚撮りっていうのもいいですね、これね。まあ、ハーフに詰めると400なんでどうかなとは思いますが、24枚撮りというね、24枚撮りのフィルム最近ないんでね、非常に貴重な存在だと思います。トキカメさん投稿ありがとうございます。次がね、イクオさんの作品になりますね。
おたっきーさん、長距離運転お疲れ様です。東京の緊急事態宣言が出る前に撮影してきました。タイトル寂しい新宿の街、カメラペンタックス LX、 レンズリコ XR リケノン 50mm F2 初期型、フィルムケントメア100、2枚目、タイトル映り込んだ風景を眺める、カメラペンタックス LX、 レンズリコ XR リケノン 50mm F2 初期型、フィルムケントメア100と構造は一緒ですね。ビルのガラスに映り込んだ歩道橋がうまく映りましたっていうことですね。作品なんですけどもね、これが東京かって感じですね。もう徳島よりも少ないぞ車、非常に寂しい風景になっておりますね。で2枚目なんですけどもね、バッチリ歩道橋が映ってますけど、もっとトリミングしてもこれ面白かったかなって思います。もう歩道橋がバーンとね、映り込んでる、もうこんな感じ、見えないかな、これ近づけたらピンボケになるんだよもう、そこはね、もう、フルタイムオートフォーカスじゃないんでしょうがないですけど、ちょっとトリミングしても良かったかもしれませんね。解像度はバッチリ、さすが、富岡工学、のXR リケノン初期型ですね、素晴らしい写りになっております。ゆくおさんありがとうございます。次はね、ヒデさんさんの、作品ですね。ハンドルネームヒデさんです。中年おたきさん、こんばんは。いつも楽しく拝見させていただいております。今回はハーフサイズの写真を投稿させていただきます。カメラオリンパスペン EE2、 レンズ D11 28mm F3.5、 フィルムがね、富士カラーの100、ペンシリーズは全部で9台持っているのですが EE2 が一番好きです。僕も同感ですね。ISO 感度を設定して2メートル以上離れればほとんど失敗なく写ります。作品名は桜満開、散歩の途中で撮ったので単調な写真になってしまいました。2枚目はね、非常階段ということですね。2枚ともね、ペン EE2 で撮られているということなんで、作品なんですけども、これがなかなかいい写り、これとてもハーフカメラとは思えません。これでね、まあ、言うたらいわゆるバケーションカメラ的な撮り方ができるということで、非常にいい写りですね。これ2枚目もそうですけど、2枚目はね、高さを強調した写りになってますから、これ黙ってたら絶対フルサイズの写真とわからないですよね。非常にいい写りになってます。ヒデさんさん、ありがとうございます。次がね、一都市九さんから2枚来てますね。作品名が、1枚目がね、これはね、和紙かな、これなんて読むのこれ、和紙なのかな字が分かんない。で2枚目がね、タボリですね。タを掘るということでタボリですね。カメラがニコン EM、レンズがね、シリーズ E36-72F3.5、 フィルムがね、富士フィルムのアクロス2になりますね。で作品なんですけどもね、ちょっとね、あの鳥がね飛んでるところを捉えてるんですけど、これもっとトリミングしても、鳥だけにトリミングしても良かったんじゃないかな。ちょっとちっちゃくなってますね。あとね、背景にちょっと溶け込んでしまってるのが残念。山が後ろにないところまで待ちたかったけど、まあ鳥はね、そんなに言うことを聞いてくれないんですけどね、難しいところであります。で2枚目のタボリなんですけどね、これもね、もうちょっとね大きくしたかった。これ別にクローズアップしてもレンズ、ニコンのレンズなんで十分解像度高いんでね、悪くないと思いますね。そこそこですけどね、解像度もうちょっと、ちょっとだけマイピン、ほんのちょっとだけトラクターがマイピンだったのかな。そんな感じになってます。一都市九さん、ありがとうございます。次がね、ジョタさんでいいのかな。おたきさん、こんにちは。いつも楽しく拝見してます。作品投稿します。今回はニコン Z5 の布教をします。レンズは2枚ともニコール Z2470F4S です。1枚目は虹色の鏡富士、1月に山中湖畔で撮影しました。早朝マイナス9度の中1時間粘った結果、指が凍傷になりかけました。それではそら寒いね。2枚目はね、我が家の小さな福の神、可愛いは正義ですということですね。オールドレンズの味のある描写も大好きですが、キレのあるかっこいいものを撮りたときはやはり最新レンズの描写力にハッとさせられます。うまく使い分けて楽しみたいです。というわけで、この1本あれば大体足りますよ。いかがでしょうか。ニコンをぜひともよろしくお願いしますということなんですけどね。で作品なんですけど、これがすごいですね。さすが1時間粘った。いや、この色、このキレ、うわ
まあ素晴らしいですね。まあ氷点下ということもあってね、あの空が非常に澄んでおるんですけども、こうゾッとするような写りで、2枚目もねすごいゾッとするような写りですね。これね、あの絞りが開放でね、あの被写界深度ペラペラなの分かるでしょうか。それでこの解像度、あの、まあ、構図を見れば分かるんですけどね、ピント合わせたとこは中心じゃないんです。それでね、この解像度もさすがニコン Z ということでね、これね2枚目の猫ちゃんの方をね、タイトル画面にしよう。1枚目と相当悩んだんですけど、猫ちゃんのね、この毛の一本一本の切れ、これをね、タイトル画面にしようと思います。ちょっとディフェンディングチャンピオンね、1回で終わっちゃったんで申し訳ないんですが、これあまりにもね、すごい写真来ましたので、タイトル画面にしようと思います。ジョタさんありがとうございます。ね、次がですね、ここまでだったかな？1,2,3,4,5名、ここまでか、ここまでですね、今週ここまでになります。作品投稿のコーナーね、ちょっと待機者出ておりますがで、ね、しばらくお待ちくださいということになりますね。まあ、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、高坊さんでいいのかな、これ、初投稿になりますね。初めて投稿させていただきます。私の初代愛機です。実家に眠っていました。現在テスト撮影を終了して作品投稿用を撮影中です。写真は4枚ですね。最初の2枚は富士 XE2 にエクステンションチューブをつけてアップで写しました。3枚目はアドバンスフィルターの背景設定で写しました。4枚目は愛鳥のお豆インコ、ピーちゃんが舐めている写真をトイカメラモードで写しました。よろしくお願いしますということで、写真なんですけどもね、これ生めかしい金属感、見事に捉えておりますね。キャノン FTB、まあ、普及機ではあるんですけどもね、旧 F1 と何ら変わりないね、操作感とかね、非常にいいカメラだと思います。3枚目の、ね、写真もすごく面白い写真になっておりますが、これちょっとね、脂肪側はちょっと白くなってるのをカメラの、設定の影響でしょうか。で、4枚目のね、ピーちゃんがね、映っておりますが、これかわいいな、オカメインコ。僕、オカメインコは買ったこと、セキセイインコ、テノリインコにしたことはあるんですけどもね、懐いてくれたらかわいいですよね。投稿、高橋さんね、投稿ありがとうございます。はい、今回はね、もう1名紹介いたしますね。どこだったかな？これは、中年オタキさん、こんにちは。未完成人さんの投稿ですね。中年オタキさん、こんばんは。私の持っている二眼レフ投稿します。ローライコードです。興味本位でオークションに手を出し、最初の1台目購入。ジャンクだったので修理目的でポチってたらいつの間にか5台になってしまいました。どれもジャンクで部品取りのカメラまで入手してえらい金かかりました。でもブローニーサイズの写りは 35mm と違いいいですね。これからも大切に使っていきたいと思います。一番左側の個体はシャッターバネ折れてしまいましたので別の機体から移植しました。今では感動品ですということですね。いや、ローライコードが4台見事に並んでおりますが、これはなかなか精悍ですね。全部同じカメラ。コレクションしたわけじゃなくて、なし崩しに集まっていったということで、一番向こうだけちょっとモデルが違うのかな。微妙に全部違うな。微妙になんか全部違うぞ。詳しく、ローライってちょっと使ったことないんで詳しくは分からないんですけど、まあ、ツワイスのね、レンズ、プラナーですよね。プラナー4枚玉ということでね、いい写りになると思いますね。これね、4枚玉でね、ブローニーで撮るということで、そら写りいいですよね。まあ、ツワイスのレンズでね。まあ、そんなわけでね、今日のカメラ、俺のカメラのコーナーはここまで。ここからはね、ちょっとね、出遅れてきたんですが、キャノン、A シリーズシャッターなき選手権、もう一枚来ました。もう一枚か、もう一件だ。A シリーズシャッターなき選手権、いきます。はい、シャッターなき選手権ね、もう期間は終わってしまったんですけどもね、投稿は来ましたんで紹介しますね。
おたっきーさんお疲れ様です。入れ食いと申します。シャッター泣き選手権の投稿はこちらからでよかったでしょうか。40年ほど前に高校の入学祝いで買ってもらった AE1 プログラムです。おたっきーさんの動画を見て引っ張り出してきました。程よく泣いてると思いますがどうでしょうか、これからも動画楽しみにしてます。それではどうぞご安全にということなんですけどね。シャッター泣き、うん、1枚目はねそんなに泣いてないかな。1回目はあー泣いてますね、泣いてますね。まあ控えめの泣き方かな。ちょっとねちょっと恥ずかしそうに泣いてます。まあね、思い入れのカメラということでね、シャッター泣きねメンテナンスで治りますのでね、自分でするよりもプロに任す方が安心だとは思いますね。そこまでお金はかからないんじゃないけど、まあ、ミラーボックス分解なのでオーバーホール近くにはなると思いますけどね、シャッターなきね修理すればまだまだ AE1 シリーズ使えると思うのでね、でプログラムは特に希少ですんでね、ぜひとも修理して、ね、使っていただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。シャッター泣き選手権ね、もうちょっと高級化します。めったには来ないだろうけどね、シャッターが泣いてるキャノン A シリーズの、カメラをお持ちの方、また見かけた方はね、だいたい10秒ぐらいの動画にして、送っていただければと思いますね。じゃあ、中年オタッキー2のアカウントに DM で送ってください。採用します。必ず採用しますんでね。まあ、もう面白い。もうとんでもないシャッターだけをとかのね、もう募集します。キューみたいなゆっくりのやつがあったらめちゃくちゃ面白いだと思いますけどね。はい、でね、次の動画はというとね、オリンパスのね、ミューメタルでね、撮影してきました。カラー撮影ということ、最近ね、カラー写真恐怖症みたいな感じになって、あんまりね、撮影が進まないんですけどもね、ようやく撮り上がったんでね、まあ、紹介しようと思います。ニューメタルね、金属製のね、コンパクトカメラ、ということで、いわゆるバケーションカメラですね。まあ、なかなかいい写りをすると思いますよ。まあ、ミューシリーズね、最近ちょっと高値になってるんで、ニューメタルはね、台数もね、少ないんでね、結構希少だと思うんですね。本当にありがとうございます。今日の動画いかがだったでしょうか。EOS 5D Mark III のこの音声なんですけどもね、まあね、ずっとこれで撮ればよかったんですけど、ピント合わせがね、まあちょっと都合が悪いということでね、これまあこれこのカメラね、もともとその、借りているようなカメラですんで、そこまで使い回すっていうわけにもいかないですね。まあしょうがないというか、次の動画でもしかしたら、開封動画来るかもしれませんが、新しいカメラ果たして何を買ったのか、お楽しみですね。はい、今日の動画はここまで。まだチャンネル登録されてない方ぜひぜひチャンネル登録お願いします。これからもねカメラネタ、特にフィルムカメラ、系のネタが多くなっていくと思いますんでね、ライブもねゲリラライブとかでやってるんで、できれば通知オンで登録をお願いしますね。で高評価コメントの方どしどし、募集しております。コメントの方ちょっと追いついてないんですけどもね、全部コメント返していこうと思ってますんでね、何か感じたこととかありましたらコメントお願いします。で高評価もポチッと押すだけなんで、今すぐポチッと押していただければと思います。はい、今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう、さよなら。